あ今夜もねデュエプルの新カード情報が出ていましたので皆さんと見ていきたいと思います。後期の精霊竜プレミアムマドンナということで、能力なんですけど、相手のターン中にパワー低下による破壊以外の除去耐性を持つブロッカーということで、これめちゃくちゃうざそうですよね。まあ、簡単に説明すると、サイズがでかくなってダブルブレーカーを得た後期パーフェクトマドンナといったねスペックでしょうかね。えって、パワーがでかくなってダブルブレーカーを持ったパーフェクトマドンナってめちゃくちゃ最強じゃねえかって思った方ね、まあいると思うんですけど、まあこの痴漢効果がですね、相手のターン中限定なので、まあ、自分のターン中のトリガーとかには弱いので、まあ、そこら辺がねどうなってくるかって感じだとは思うんですけど、とはいえですよ、パワー7500のダブルブレーカーでパワー低下以外でねバトルゾーンを離れないって、今のデュエプルだとなかなか、はい、ってことでね、なかなかね除去できないと思うんですよ。パワー7500なんで罪と罰1体でも破壊できないですし、もう天文とかからプレミアムマドンナ2体とか出てきたらねかなり厄介なんですけど、続いてのカードともね結構相性がいいんですよ。このカードがドラゴンズサインでして、能力なんですけど、非進化かつコスト7以下の光のドラゴン1体のねコストを踏み倒してさらにねブロッカーを付与するっていう能力なんですけど、これプレミアムマドンナとめちゃくちゃ相性がいいですよね。プレミアムマドンナもエンジェルコマンドドラゴンで7コストなんで踏み倒すことができますよと。まあ、今後ねエンジェルコマンドドラゴンってかなり強力なクリーチャーが多いので、まあ、そのカードたちが実装されるにつれてこのねドラゴンズサインの評価も変わってくるかなって思うんですけど、紙だとめっちゃ強かったらしいんですよ。なんだけどね俺あんまり紙わからないので、ちょっとねドラゴンズサイン紙だとこういう使われ方してたよってね分かる方がいたらちょっとねコメント欄で教えてほしいんですけど、現時点のデュエプレのカードプールだと現時点ではそんなにね相性のいいカードはないのかなと。デュエプレで今コスト7以下の光のドラゴンって言ったらそんなにないよね。デストラーデとかロマネスクとかロレンツヨとかね、まあ、そこら辺なのかなって思いますし、今後ねそのヘブンズロージアとかエメラルーダもね確かエンジェルコマンドドラゴンだった気がするんだよね。エメラルーダとかそこら辺のね相性のいいカードが追加されたらねかなりバケモン級のねトリガー呪文になってくると思うので、まあ、現時点のデュエプルのカードプールだとそこまでね強くはないのかなって思いますけど、まあ、今後ねどんどんその実装されるカードによっては強化されるカードなんで、まあ、とてもねいいトリガー呪文なんじゃないかなと思います。ということで続いてのカード見ていきましょう。レッツゴー。さあ続いてのカード見ていきましょう。音感の精霊竜エメラルーダということで、このカードもねだいぶ懐かしいね。紙でねめちゃくちゃ強かったカードなんですけど、天文ループっていうねデッキタイプで使われてて、ちょっとねこれ僕一個ね思い出あるんですけど、僕の友達と僕で田舎のねちょっと万代書店っていうね店があるんですけど、そこの店舗大会で僕の友達が天文ループ使ってて、一回戦で小学生のアウトレイジビードみたいな、めっちゃ鮮明に覚えてんのよ。なんかわけわかんないデッキ、まあしょうがないんだよ、小学生だからね。なんか多分わけわかんないデッキ使ってて、友達がそのアウトレイジビードの小学生に対してずっと天文ループ決めてて、なんかループ証明して店員さん呼んで勝ちみたいな、もうおつやみたいな空気だったからね。小学生も何されてるかわかんないし、俺もね、俺黒緑速攻使ってたから、一回戦早く終わって、そのね、友達のやつ見てたんですよ。マジで縁切ろうかなって思いましたからね。マジで。で、友達に終わった後、いや、すまん。お前、小学生相手に天文ループ決めてるから縁切るわって言ったら、しょうがなかったんやーってずっと言ってましたからね。もうどうしていいか俺もわからんかったんやーってずっと言ってて、いや、そう。ほんと、田舎のね、店舗大会だとマジで小学生にね、当たる確率が高くてね。まあ、すごいね、気まずくて、まあ、僕も一回落城大会で引き殺して、なんかパック10パックぐらいもらって、3位ぐらいだったのかな、その時に。で、もう小学生にあげたんだよね。ちょ、申し訳ねえって思って。いや、本当にね、気まずいんですけど、やっぱね、小学生はもう目を輝かせてね、もうコッコルピアビートとか使うんで、やっぱね夢を壊さないようにね、まあ僕はちょっと10パックあげたわけなんですけど、これ何の話っていう、もう何の話っていうことで、ちょっとこれエメラルーダ、ちょっとね能力はねめちゃくちゃ強力でして、バトルゾーンに出た時に自分のシールドを一つね手札に加えても良いと。これ今表記的にトリガー使ってもいいっていう表記ないんですけど、これ多分トリガー使えると思います。回収したトリガー使えて
まあ、その後に自分の手札をね1枚シールド化しても良いということで、まあ、単純なスペックだとアクアスーパーエメラルとかに近い能力なのかなって思うんですけど、まあ一番違う点はトリガーを使えるっていう点ですよね。エメラルーダは光のブロッカーなんで天文から出すことも可能ですし、天文なんてね、まあ打てたら5マナで天文打てるっていうことなんで、もうめちゃくちゃ強かった。デュエプレだとね、ミルザム、奇跡の精霊ミルザムの能力が紙とは違うので、まあ紙みたいにね、天文ループするっていうことはまあ無理だと思うんですけど、まあシンプルイズザベスト。天文だったらね、もう 100% 入ってくるカードだと思うので、天文強化ですね。はい。ってことで、もう天文ね、一生強い。さあ、くじの目玉カード見ていきましょう。草加の精霊竜、ラローゼブルエということで、能力なんですけど、光以外の呪文に対してのアンタッチャブル能力を持っていて、自分のドラゴンがアタックまたはブロックするたびに盾が増えるっていうね、能力ですね。これ、多分ね、これ想像の7億倍ぐらいうざいんじゃないかなって思うんですけど、まあデストラーデのね、盾追加能力もうざかったんで、まあデストラーデはね、アタックトリガーとかブロックした時の能力じゃないんで、まああんまりね、比較対象に出すのはあれかなって思うんですけど、まあこれ多分尋常じゃないくらいのスピードで盾増えますよ、多分。まあアタックする時にシールドを増やすってのは、まあスターマン。スターマンをね、比較対象に出しちゃうと、お、スターマン？んな強かったっけみたいな感じで、ちょっと強さが分かりづらいと思うんですけど、これ自分自身だけじゃなくて、自分のドラゴン全てが対象なんで、これブロックした時も殴った時もね、自分のドラゴン、やばいだろ、これ。マジでありえないくらい盾増えるぞ、これ。なんで、これプレミアムマドンナとか、これね、パワー低下以外で破壊されないですし、ラローゼブルエも、これ光なんてほぼほぼ除去呪文ないんでね。どうすんのっていう話にはなりそうだし、まあ、現地ダブルクロスとか、クリーチャーに対しての能力だとあっさり破壊してしまうんですけど、しかもこれ地味にパワー7500なんで、グレンモルトとかでも取れないので、マジでニューディビジョン取れないんじゃない？ラローゼブルエ。マジでエグいぐらい場持ちいいし、ありえないくらい盾増えるし、ドラゴンズサインとか天文でも出るしで、やばそう。しかもエメラルーダも実装されたし、場持ちがありえないくらいいいじゃん。プレミアムマドンナもめっちゃ場持ちいいし、ラローゼブレイもめっちゃ場持ちいいし、しかも盾無限に増えるし、エグ。しかもね、盾ドラゴンズサインとか天文でね、光の協力呪文、マジであるんで、やばそうだな、これ。天文の時代が、マジで来るね。これ、えぐいと思うぞ、本当に。なんで、天文デッキでね、活躍してくる、めちゃくちゃ強力なカードなんじゃないかなと思います。ということでね、ぜひコメント欄でね、このラローゼブルエだったりとか、エメラルーダ、プレミアムマドンナにね、対するドラゴンズサインとかでもいいけども、まあ、そこら辺のね、今回の新カードに対するね、意見だったり、コメントがありましたら、ぜひね、コメント欄で気軽に書いてください。多分ね、今回で新カード情報の以上となりますんで、またね、明日新カード情報が公開され次第動画にしていきたいと思いますんで、ぜひね、よろしければ最後にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、また明日の動画でお会いしましょう。さよなら。